38式機関銃は、保守機関法を改良し、日本陸軍が制定した機関銃である。制定は明治40年6月、設計は南部機次郎法兵少査による。本銃は三脚下場に搭載して運用する空冷式機関銃である。合計6 5ト、mm、ル、全長1 4 4 8ト、mm、ル、銃本体重量は2 8ラム。 三脚荷重量は2 1 6 7 2ラム。全備重量は、55. 5 5 5ラム。歩弾板を使用し、30発を連射した。発射速度は毎分450発、熟練機重視は最高600発を射撃した。最大射程は4000メートル、有効射程は2000メートルである。弾丸は歩弾板に30発を詰めた上で、 重心左側面の装填回装填され、発射すると右方向へ送られて、球団を続ける。三脚下は前方に二脚、後方に太い一脚が伸び、この後方の足上には重視用のサドルが設けられた。三脚は足位置を上げて、失射姿勢を、また足位置を低めて、副射姿勢を取れた。高さは、 重心軸一致で湿射7 9 7ト、mm、ル、副射4 1 0ト、mm、ルである。輸送は馬への打載による。明治42年11月の射撃試験では、38式機関銃の重心米数は1万発以下とされた。また38式機関銃は、沈下を戦役に参加した。38式機関銃の構造図6 5ト、mm、ル口径の小銃用実砲を使用する。 ガス圧利用の空冷式機関砲である。前方に放熱灯のはめ込まれた重心と、その下部に発射ガスを送るガス色灯が配置される。重心の外部は黒色に錆染めされており、ライフリングは右点6畳、前端に、照星座と照星がついている。重心の背後に黒色に錆染めされたオ筒が付けられており、オ筒に設けられた順穴には、補弾板を装填する。 装填化が付けられている。装填化上部に輸送が設けられ、また相談波林が付けられている。これは、滑足と連動して、保弾板を右へ送る。お筆内部には、遊堤、滑足、またザバネ、引き金が内蔵される。遊堤は、円筒、激径、駐屯図から構成される。これらは、後部で滑足と連絡する。 おずつのさらに後方には、勝備がつけられた。単発発射サイクルは次のように行われる。遊程を開いた後に装填下へ、左方から補弾板を入れる。引き金を引くと、また座バネの反発力で遊程が前進を開始し、実砲を補弾板から外して、薬室内へ送り込む。薬室内への装填完了が終わると遊程が閉鎖され、弾丸が発射される。 発射のガスが一部ガス食刀内に入り、滑足の頭部を押して後退させる。遊抵は滑足と連動して後退し、薬室から空薬莢を抜き出す。同時に、滑足は逆張りを動かして引き金をロックする。同時に滑足に柔道して相談波林が送られ、補弾板の穴と噛み合って補弾板を右へ送る。引き金を引き続ければ実砲が尽きるまでサイクルがまた。 行される前段発射すると補弾板は自動的に予報へ放出される。機関部に連発機という自動連射装置がついており、重手が指を引き続けなくとも連射ができた。また、引き金を引き続けた状態で新たに補弾板を装填すると自動的に連射が開始された。安全装置を垂直状態に回すと射撃できなくなり、水平状態に回すと撃発状態となった。 弾薬箱は、甲州、乙州があり、それぞれ全備で 18.803kg、25.418kg の重量があった。補弾版重量は 120g、弾薬は30発で 630g、紙箱は 75g、全備で 825g である。他、属品箱、器具箱が用意された。こうした荷物は打載により輸送された。これ以前に、 日本陸軍では、保守機関砲を採用し日露戦争に投入していたが、欠点が多数発見されていた。38式機関銃では、以下の点が回収された。南部少佐はこれらの欠点を回収したが、未だに以下の欠点が存在した。こうした欠点を踏まえ、後継の3年式機関銃には、改善が施された。ありがとうございます。